はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナー、続きをやっていきたいと思います。帝国の古代遺跡が終わったところですね。次はどこへ行けばいいんだっていう感じなんですけれども、まあ、まずはちょっとワッツを探して武器パワーを鍛えたいね。どこにいるんだろう。一般民家とかにね、氷の国とかいたからね。レジスタンスのところにひょっこりいたりすんのかな。ちょっとコーヒー屋さんに入ってみますか。あれ、なんか始まった。どうしたの。そう、ディラックが。でも気を落としちゃダメよ。我々もタナトスの仕業だという情報をつかんだけど、みんなの方が早かったね。ところが突然皇帝から和解しようという申し出があったの。軍備を解き、元の平和な国に戻すって。城で話し合おうって言うんだけど、本当かな。クリスはサグを皇帝にやられたから素直になれないのも分かるけどさ、今までこれだけ頑張ってきたんだ。やっと皇帝も心を動かしたんじゃないの。いや絶対怪しいでしょそんなわけないよね、普通に考えて。平和な国に戻すのが俺たちの願いだったわけだしな。行ってみるか。ま、別に行くのはいいけどさ、警戒していけよ。わかった、行きます。みんなも一緒においでよ。ディラックさんも帰ってくるし、マナの要塞もなくなれば旅を続けなくて済むようになるんでしょ。じゃあ我々は先に行ってるよ。いや絶対のこ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 行くよこいつらそんなことよ、ワッツよワッツ。クリス姉ちゃんが一人で。ここにはいないのかな。いなそうだね。ここもいないでしょ。こいこっち、あ、行けると思ったらいけねえわ。回転できないからね、マップが。ここもいない。いないね。どこにいるんだこの町のワッツは。何の武器パワーがあったっけ。剣とかはねまだだったから。他道具屋にいるか。道具補充していく。やっぱり魔法のくるみだよね。これは絶やさないでおきたい。ここにお用は。またお越しください。ここにもいないね。宿屋にもいなかったよね、さっきの一番最初の。こっちの噴水みたいなとこにもいないしな。こういう家は入れないよね。こっちもいない。一般民家にはいなかったな。この2つの民家にはいなかった。ワッツいないか、ここ。あれ、ここ入ってない。あ、違う、ここあれだ、金持ちの家だ。金持ちの家にもいないしね。こっちの方もいない。じゃあしょうがない、城に入ろう。お、モンスターはいなくなってる。横から入ってこう。あれ、いけない。ようこそいらっしゃいました。皇帝陛下がお待ちかねです。絶対罠だよこれ。あれ、左はいけないね。この兵士たちはさ、モンスターと共存してんの？それとも兵士自体がモンスターなのかな？あれ？クリスたちは？ほら、ガハハ、バカな奴らよみたいな。皇帝結構強そうだぞ。
ようこそ。今日は我々にとって記念すべき日になろう。邪魔なレジスタンスどもと目障りな政権の勇者を同時に始末できるのだからな。おとなしくしろ。消えた。しまった、罠だ。いや罠じゃないと思う方がどうかしてるよ、この状況で。くっそ、ここから出しやがれ。魔法のロープとか使えないのかな。あたりがあんなことを言わなければ。ごめんよ、アンドール皇帝。どこまでも汚いやつ。話せる、話せるね。そんなに出たいか。よし、今出してやる。なんだこれ。他のみんなも出してあげてよ。くっくっくっ、そうは慌てない。お楽しみは何度もあった方がいい。まずはお前らからだ。なんでさ、こうのこ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 さ、もうちょっと抵抗しなよ。まあボス戦か、武器を取り上げられてないだけマシだね。爪が甘すぎだろ。あ、なんか真ん中にプリムの絵がついてる。あれ、アップロードされた？ちょっとそんな感じはしなかったけどな。まあいいか。ガードされた。あ、弱点は特にないか。じゃあファイアボール連発しよう。ファイアボール4発くらいで殺せるよね、これ。さっきのダメージ量だったら。上空に向かって撃っている。ダメージが取ったんだかよくわかんない。何がミスなんだろうな。ほい、こんなもんでしょう。これ終わったらちょっとアップデートされたか見てみようっと。グローブ。え、どこに来たんだ。全然わかんねえところに飛ばされたな。これなんだろうね。あそこに宝箱あるね。これビヨーンってあっちに行くのかな。これだってさ、城の中でしょ。なんでこんなわけわかんないさ仕掛けがあんの。設計士誰だろう。まあまずは宝箱もらっていこう。戦力、金はな、まあ別にっていう感じだからな。こいつらはちょっとめんどくさそうだね。タールマン、ファイアボールで燃やそう。え、全然当たんない。どういうことだ。むしろ魔法が効かないってやつ。まあそういうやつがいてもおかしくないからね。兵士がいなくなってんだけど。ありがとう。兵士たちは慌てて報告に行ったよ。おお、すげえな、自分の失態を隠さず。城内に警備が敷かれるはず。盾に分かれて逃げましょう。やるな、すげえぜ。あたりが、いや、お前はまだこれか。完全にこれ兵士の失態だからね。自分のミスを報告しに行ったのか。隠しそうなもんだけどね。くっ、脱獄がバレたら俺たちの立場がみたいな。こうなったら知られる前にお前らを倒す。ファイボール、あー、どれだ。どのダメージだファイボール。げ、なんでタールマも分裂すんな。分裂しそうなあれだけどね。げ、いきなり来た。ちょ、待ってひでー、アーマーないと。どうなってんの、このぶっ倒れてんの、なんなの。
あれこれどうすんの、逃げた方がいいの、それともさ皇帝陛下のいそうなところに行った方がいいのかな、どうするべきか、逃げるべきか、皇帝をぶっ倒すべきか、え、行ったら帰れねえじゃねえかよそもそも右側って、うわ行けそうではあるけどね、これで決める、アーマーナイトはなんか魔法使わなくてもなんとかなりそうだな、ちょっともうマジックパワーがないからね、よし、ただポポイがレベル上がったからマジックパワー回復した、また魔法使ってきた、じゃあなんかさ強そうにさ物々しく出てくるけどそんな強くないんだよね、あれなんかプリムになってる、なんか知んないけど、お宝箱部屋だ、宝箱かけよう、その間にサラマンダで攻撃してもらおう、もうパワーレベルアップ、ちょ待って待って待って、どうなった、宝箱を優先すんなこいつ、結構防御力が高い、40くらいしか当たらない、40とか50とか、まあ、その分ね回避率も低そうだからね、そっちの方が助かるんだよね、1人見せると絶対2人見せるからね、敵ごとに判定があるんじゃなくて攻撃ごとに判定があるっていうことが分かった、ってことは完全に何、武器の命中率なの、敵の回避率とかじゃなくてさ武器の命中なの、あプロテクトをかけたところで魔法には関係ないからな、後ろのやつを攻撃すればよかったか、433強すぎるな、よしあとはこいつを撃っ倒す、遠距離で倒す、あれ倒した、まだ生きてるよね、近寄ってこい、めんどくせえな、ただいいや、ここはみんなアーマーナイトが入るだけね、あ忍者っぽいのが出てきた、今度は何今日は忍者が混乱するってさ、モーション的にはでも忍者かっこいいよね、フォークアイみたい、聖剣3の、いや聖剣3やりたいな本当に、この2人は下で引っかかってんの、えどちら、左が行けるようになってる、左行ってみよう、どこへ行ってんだ、一人は完全にねリンチ状態だから、んなんだここ、あーでもなんか正面に出てきたな、王の間に通じてそうだね待ち構えている、え左のやつに当たんなかった、ファイアボールが、ポンがいるね、ポン、マジックルック、お宝箱と言ってもね、宝箱大していいの入ってないからね、レアアイテムが重要なんだろうな、
一応さ、こっち向かってくるんだ。仕留めてやろう。げ普通に当たるし、かわいそうに。だってこれさ、見えないは見えないじゃん、壁で。一体何が起こったんだって。絶対怒ってる。いきなり火の玉が飛んできた。わからん、本当にダメージがどうなってんのか。右と左両方いけるけど、こっちはいけないか。あんなとこにさ棚置くなよ。まだ生きてる、まだ生きてるね。倒した。左のやつ倒そう。こっち、これ絶対一発で倒せるからね。やっぱりこう戦ってる間にもう一人の敵を魔法で倒すっていうのがいいかもしれないね。じゃあ戦ってるでしょ。でなんか誰かいたら魔法で倒す。こいつは結構回避率高いね。回避率が高いの何なのよく分かんないんだけど、これいけんの。なんかちょっと怖えな。右の方から行こう。なんかすげえ変なとこにワープさせられそうなんだけど。フレームセーバー、そうやってる間にお前はボコされんだよ。おお、ポポ曲がった。こういう系か。意味が分からん。下を別にダメージを食らってるわけでもないしな。忍者が全く見えないんだけど、どこにいる。また魔法唱えてるよ。バースト。これってさ、いや分からん。なんだかよく分かんないうちに終わったな。下とかって違うのかな。さっき上踏んだんだけど、なんだこれ。正面から行ってみる。これさ、ジャンプすりゃいいじゃん、もう本当に。こんなさ、言うかわざわざ踏まなくてもさ。待ってね、カチッてやって、いや分かんねえな。なんか変わってる。さっぱり分かんねえ。上も下も変わんないからね。こっち、これ何なのマジで。でも ここだよね、どう考えても。キュインって言ってみる。変わらんか。カチッてやって、ここ行ってみる。もう一個ずつやってみる。右をカチッとやって、でどうせこの2つどっちもワープだからね。でなんだ、全然わからんぞ。ちょっと攻略見よ。よく見ると魔法陣の上にスイッチがあるので、どこの話。押すと通れるようになります。あ、これか。なんだよ、全然わからんわ。単純だったな。
来たな。やはり聖剣の勇者、一筋縄ではいかんというわけだ。ゲスタールやタナトスが遅れを取るのも無理もないようだな。陛下、今一度私にチャンスをください。いいだろう。我々は先に各地の神殿に向かう。早く片付ける。ははっ、俺、貴様ら私に恥をかかせよって。許さい、行くぞ。あれ、こいつってさ、なんかバイクに乗ってたやつ。あ、だね。あそこで倒したんじゃないんだ。マシンライダー2になってるし。あ、とはいえファイヤーボール地獄になることは変わらない。あれ、 待って、ディテクトをかけるか。確率上げられるかな。厄介なんだよね。あ、やっぱ全然当たってねえわ。なんか何が爆発してんだ。特に弱点があるわけでないかな。一回ヒロータかけよう。あ、このミサイルに当たってんだ。ちょいとめんどくさいね。いつも魔法頼みだったからな。ちょっとノームのクイックをかけよう。全員にかけるか。みんなで攻撃しよう。波動砲？ちょ、待って。いて強引に行けばいいよ。なんか回復しよう。もう一回。あ、倒した。まさか。全然強くはないよね。基本的にこれあんまりボス強くないよね。いろいろ縛りを設けるとね、厄介そうだけど、普通にやっていく分にはなんてことはない。スピアのパワーレベルアップ。あれ、剣まだだよね。剣の力が欲しいな。貴様らも道連れだ。ここで燃え尽きてしまえ。クソ、やばいぞ。なんだこの音は。おーい、この声はトリュフォー。間に合ったか。どうやってここへ来たか。フラミーだ。あいついきなりでっかくなって、しかも空を飛べるようになったんだ。慌てて抑えようとしたら、俺を乗せたままお前たちのところにってわけさ。でかいけどまだ子供。親が恋しかったんだろ。お前らのことを親と思ってるらしい。これをやるよ。風の太鼓だ。お前たちがいない間、ずっとこれであやしてたんだ。太鼓を鳴らせば、すぐにフラミーが飛んでくるぜ。余裕だな。とりあえずさ、そんなのさ、脱出してから説明すればいいじゃん。悪いけど、俺をマタンゴ王国まで送ってくれや。南西の方だからな。絶対落ちるんだけど、こんなの。よし。おお、これでどうやって動くの。これだけじゃ分かんねえんだけど、もうちょっとさ、なんていうの、上から見下ろしたいね。皇帝宮殿、
古代遺跡。これは？え？なんか全然わかんない。南西の方だってさ、マタゴ王国だよね。こういうところとかって黄金の町、ゴールドなんとかって言ってたよね。そういえば帝国領、ここ何、四季の森か。で、コトス村、意外にさ近いんだね。ここが魔女の城で、こっちにポイってきたのか。で、マタン王国、マッシュ城で、どういうのこれ。どうだい、フラミーの乗り心地は。空で迷った時はフラミーの千里眼が役に立つぜ。この国の南西に大きな山がある。そこがお前らの探してた満天山だ。これでいけるな。まあ育ての親としては寂しくなるが、時々遊びに来てくれよな。きっとだぞ。消えてこいつが現れた。風の太鼓。その前にさ、なんかいろんなとこ行きたいんだけど、満天山に行く前に。普段どこにいるのこいつ。まずここだよね。ここ行きたい。黄金の町、黄金の塔っていうところに行っちゃったよ。鍵がかかっている。この先は黄金の塔、マンモン様以外は誰も入れないぞ。まだちょっと来るの早かったかな。ここはこの島の領主マンモン様のお屋敷だ。1階はホテルになっているよ。とりあえず泊まってセーブしよう。1泊200ル。またあれが始まるのかな。そういえば始まるね。しかも影になってるし。あのおっちゃんについてなんだけどさ。あのおっちゃん、ほらヒゲで高そうな鎧着てるさ。もしかしてジェマさんのこと。ああ、それそれ。そのジェマって人なんだけどさ。よくわかったね。あのおっちゃんって本当に強いの。え、いやほら、なんか油断して正気を失ったりしちゃうしさ。油断は誰にでもあることじゃないか。オイラたちに指示だけ出して、おっちゃんは何してるかいまいちわかんないし。そりゃいろいろだよ、いろいろ。僕たちにはわからないこととか。そうかい。何もしてねえ気がするんだけどな。そんなことはないよ。ないと思うよ。ポポイ、それくらいにしといてあげて。ランディが悩んじゃってるわ。それにジェマさんはすごい騎士よ。本当かな。なんか腑に落ちないけど、まあいいや。ジェマは僕のことを助けてくれたし、強い騎士なんだよ。多分きっと。あらら、ランディが疑心暗鬼になっちゃった。あとはここにワッツがいるかどうかだね。黄金の町とかさ、ワッツがいたらむしろどうやってお前来たんだっていう問いただしたい。じゃあセーブしましょう。ワッツを探せ。結構武器とパワー溜まってるからね。この島は、ここは帝国の領土、ゴールドシティ。王のマンモンは、王ってことは何？一つの国なのか。帝国なんだけど一つの国として認められている。いらっしゃい。リゾート地と。あ、みんなこっから来たんだ。リゾート地ってあれだよね、氷の国にあったとこだよね。誰もいなくなっちゃったけど、まだ帰ってきてないんだ。
ここが防具屋かな。ワッツがいる。この店誰も持ち主がいないんで借りてるんだ。それ不法滞在だろ、どう考えても。待ってた。パルチザン鍛えましょう。でムチもいける、弓もいける、ブーメランもいける、これもいける、これもいける。聖剣だけがいけないか。聖剣に至ってまださ800力だよ。モーニングスター強くね。やばい、強化状況がちょっと バラバラなんだけど大丈夫か。ハルバードは72、モーニングスター73、シルバーピラム、あーこれにしてえな。なんかチャクラハンド、いや草薙の剣になってから全然武器パワーが上がってないんだけど、そういうもん。大きな声では言えないが、それを知った一部の人だ。ああなるほどね。いやでもそれは賢明だよ。金が豊富な分物価。あとは何が売ってるか。いらっしゃいませ。ラピスの腕はバトルス高っ。これ着せてえけどさ、バラのレオタード着せたいけど、あれだよね、見た感じ変わらないからね、見た目が。バトルスーツ全部で9枚いるじゃん、3つ揃えようとすると。売るもんないよそんなにいっぱい。銀の腕は350にしかなんねえし、これだって4000円か。3つ売れば1万円になるけどさ、それでもだよな。ダメだ、ちょっとここはまだ早いか。順当に行った方がいいのか。ここの防具があれば後々のダンジョンとかは楽になるんだろうけど、一回おとなしく満天山に向かいますか。どこだか分かんないけど、ここ氷の国、南国村、サンタの家、氷のなんちゃら、大砲屋。ここは帝国か。でカッカラ砂漠的なとこだよね。こういうとこってなんかあんの。亀の甲羅島、なんだこれ。なんだ。マジで。こんにちは。あんたたちどっから来たの。いやどっからって言われてるな。真ん中のでっかいとこに行ってみる。なんか売ってんのかな。こんな小さな島じゃこの島で取れるものなんて。アメフラシの尻尾。こんなのが欲しいの。どうせ捨てるんだ、くれてやるよ。なくすといけないからしまっておこう。こんな小さな、いやーこんなところにまさかあるとは。なんかもういいかな。それじゃあ一回ちょっとカッカラ王国に行きますか。ここは、待って、表示されないんだけど。どれがどれだ。これ火の神殿か。これ何、これ何マジで。月の神殿、これ何、このストーンサークルみたいなの関係ない。いやこれさ、もうちょっとなんか角度なんとかしたいんだけどな。カッカラ王国とかさ、降りれねえんだけど。待って、千里眼が役に立ってみたら、千里眼って何そもそも。角度これしかできないんだ。しかもさ、表示されてないからさ、降りれないの。カッカラ王国、こっちがカッカラ王国。あれ
さっきの家みたいなの何？まあいいか、雨降らしの尻尾持ってきたよ。これがあの雨降らしの尻尾か。早速枯れた井戸に入れてみようぞ。おお、水じゃ水じゃ。これでこの国も救われる。よかったよかった。礼にこれを受け取ってくれ。伝説の勇者のベルトとされておる。きっとかっこいいぞ。モホグリベルト、え、なんだ、どれだ。え、何、どれでもなくね。普通の道具。 あった、モーグリに変身。あー、きっとなんかそういうところがあるんだろうな。ちょっと寄り道ばっかりだったけど。それ。いや、いろんなさところ行けるようになったからさ、なんか気になるんだよね。じゃあ今度こそおとなしく満天山行く。なんかあったら絶対また寄り道すんな。ここ来てみたいな、この火山は。行けないよね。てか満天山ってどこなの、そもそも。これ何、どこどこどこ。降りれないんですけど、こういうところに。これとか何、どこ。あれ、タスマニカ勝手にしかも入ってったよ。いや、ここはまだ用ないよ。それ。こいつらもびっくりするだろうね。いきなり変なさ鳥が飛んできてさ、人間を下ろしてさまた去っていくみたいな。あいつら何だったんだ。満天山はどこにあんの。え、全然わかんねえ。これ帝国だよね、どう考えても。帝国ばっかり来てんな。これとか何なの。なんか結構遺跡みたいなのあるよね。ただのオブジェクトかな。ここは、ここマタンゴ、全然違った。フォトスだった。パンドーラでしょ。キッポ、満天山脈。ちょっとここに降りるか。え、いきなり変なところに降ろされてるけど大丈夫。ちょっと待って待って待って、行って。やばい、なんかやられてる、すげえやられてるぞ。あ、200とか。え、待って、一回待機しよう。ちょい、待って、デーモンヘッド。ここで良かったな、果たして。ちょっと武器変えようか。チャクラハンド弱くなるけど、これにしよう。何これ、全然わかんねえとこ来たんだけど。あいつは魔法使い始めた。カウンターマジック、ダークナイト。名前がかっこいいよね。まあ、見た目もそれなりに強そうだし。ただファイアボールで一発。え、絶対ここじゃないでしょ、そもそも。出るとまたできるからな。デーモンヘッドみたいなの。ダークバットを召喚してくるね。外の敵が強いんだよな。倒したか。ちょっと待って、魔法をまず唱えて全体。ここから行った。とにかくファイアボールで
飯って結構死んだんだなった。命だけは助かった。待て、いきなりすげえピンチになってる。よし、くそ、魔法のポポイがやられてしまった。ちょっと魔法なしで倒したい。ポイント結局も奪われるんだけど。あ、こいつまだいる。よし、え、どれだ。当たってない。ファイアボール効かない。こいつ最近ちょっと炎に耐性のあるやつが増えてきた。ここ何。最近は山道も危険でとても歩けないの。山頂の祠にいるジャッハ様は無事かしら。こいつら強えな。あのモンスターを相手にしてんのか。ここは鉱山の村マンダーラだよ。なるほど。この村から山を少し下ったところに闇のマナ神殿があるぞ。モンスターが住み着いて大変だよ。あ、さっきのところだね。山の中腹をくり抜いて作られた神殿だから入り口は洞窟みたいだよね。うん、そうそうそう、そうだったね。右側からじゃあ行けばいいのかな。いらっしゃいませ。お、かっこいい魔法の鎧。これだったら手が出せるね。手が出せるけどさ、え、どうする。絶対あの3万円のバトルスーツみたいなの。いや、今はここで行くか。3つ揃えるとあとな、やっぱりそれなりだからね。これ2人しか装備できねえし。他にまたお越しください。順番的にはでもこうだよね。サークレットだいぶかっこよくなってきたね。なんか虎のぬいぐるみみたいなやつとかさ、マジわけわかんねえの装備してたからな。魔法防御も上がる。よしよしよし。ちょいちょいちょい、待って。で、こいつはサークレット装備できねえかな。魔法の鎧。もう少し町を見ていこう。この村には古代からの寺院の遺跡がある。世界中から僧侶たちがお参りにやってくるよ。世界中の僧侶はさ、マジ何レベルなのみんな。ワッツがいる。山頂の祠には大賢者のジャッハ様とその弟子のジーコがいるよ。ゆっくりしていきなされ。お客は大歓迎じゃ。それでワッツが住み着いてんのか。この山の上まで登ってくるのはさすがに疲れたよ。もうさ、こいつらがさ、モンスター倒せばいいんじゃないか。なんかあったっけ。なんもないよね。ワッツとかタフすぎだろこいつ。一人で旅してさ、こっちとら3人でさ、魔法使いながらヒーヒー言ってんのに。マナの木を知っておるかね。世界のどこかにマナの聖地という禁断の地があってね。マナの木は聖地から世界中を見守ってくださっているんじゃ。ありがたや、ありがたや。こんな高い山の上まで登ってきて疲れたの。空から来たってか。たまげたね。ねぎらいのことはワッツに言ってくれ。マナというのはな、この世界、いや宇宙全体を支えるエネルギーのことなんだよ。でもそれは決して無限にあるわけじゃない。人の心がすさみ、森や木、動物たちや妖精たちなどの大切さが見えなくなってくる時がある。すると世界からはマナがみるみる失われていってしまう。深い話だ。ここは宿屋か。どっちだ、上から行けばいいのか。さらに登る感じ。あ、なんだ。山頂には偉大なる賢者ジャッハ様がいらっしゃるよ。毎日瞑想しておられる。
この寺院は遥か昔、そう、マナの要塞と神獣の戦いがあった頃からここにあった。その頃のことの記録が今もこの寺院の中にある。ほれ、奥のオーブがそうじゃ。昔はビデイオとか呼ばれておったらしいがな。え、ビデオがあんの？あの女の子は幼いのに偉いね。毎日祭壇にお花を供えに来るよ。そのさ、祭壇にさ、お花を供えること自体が偉いのかどうか謎なんだけど。こんにちは。お兄ちゃんたちもお祈りを捧げていくといいよ。これ、お祈りの邪魔をするでない。まったく最近の若いもんは。怒られてしまった。ここにいるね、ハゲが。ハゲ頭しか見えない。いや、意外に広いね。お、ビデイオがあるよ、ビデイオが。すげえいっぱいある。え、な、全然ダメじゃん。壊れてるよ、これ。帝国側は報復措置としてドリマ王国の首都ウェンデルに24時間以内に全面攻撃を。おお、すげえニュースだね。テレビとか昔あった？昔っていうか、そういう時代だったの？放送事故だな。爆発した。テレビをご覧の皆さん、ご覧ください。あれがマナの神獣です。あ、ついに空中要塞機関とか神獣によって破壊されました。海の上へと落ちていきます。あ、神獣がこちらに来ます。放送を続けることができません。皆さん、さよなら。さよ。いやー、アナウンサーの鏡だな今のやつは。こっち行けるし。え、どこに通じてんの？え、マジで？おお、なんかいる。ジャッハ様は気難しいお方だ。煩悩があるとなかなか会ってくださらないよ。え、煩悩だらけなんだけど。てか、ジャッハ様どこにいんの？これより上とかあんの？左側も扉あんのかな？ちょっと見に行きましょう。あ、ねえわ。え、ここはこれだけなんか情報がある的な。右の方に行ってみますか。下から出るんだっけな。どうする？敵は仕方していくべきか、それとも倒していくべきか。とりあえず。少し攻撃を貯めていこう。ほら、一発ミスるとな。すべての攻撃はミスるからな、その後。行くぞ。よし、貯めていこう。貯めて。敵が出てきたら攻撃する。弱くねえか。草にはファイアボールだな。燃やす。
焼き尽くす。魔法が一番安定するわ。レベルアップ。こいつファイヤーの魔法使えないんだよね。最近さ、なんか死神とかいうのがさ出始めてきたからさ、おちおち宝箱も開けてらんないよ。投げって、いや投げもミスるな。別に攻撃モーション関係ないからね。クリムどこ行った？こいつをなんとか魔法で倒していきたいんだけど、ファイヤーボール効かないよね。ちょっともう一回やってみよう。上のやつに単品で1だ。ダメだ、ファイヤーボールは効かない。宝箱無視。上になんかいるね。こいつ何？コカトリス。コカトリスって結構危なくないか。石化してくるんじゃないか。一匹ずつ確実に仕留めていこう。あいつだな。ちょっと別の魔法でいこう。ってことはウンディーネ、フリーズ。ん？ポムビー？魔法そのものが効かない可能性があるけど。あー、ちょっと分かんないけどダメージは取ったな。こいつこいつ。もう一緒に連れてこないといけないからな。何？いけん？全然いけねえわ。無知だね。ピシッ。無知やね、攻撃力高いから今のとこ。ちょ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 、あっち行っちゃったよ。無知で攻撃しようとしたらめんどくせえ。ウンディーネ、フリーズ変えちゃおう。ハルバード、あ、そうか、爪装備してたっけさっき。いや、やっぱりさ、やりのが全然使いやすいわ。え、またムチが。お、ニキータがいる。久々に会ったな。特別し、え、セーブもしてくれんの？せっかくだからセーブしていこう。あと何言ってんの？特別し、倍だからね。魔法のより2万3000とか、それは高すぎだよ。魔法のね、種だったらちょっと買う価値ありかもしれないけど。ファイボール、あ、263ね。もう先手必勝でいこう。先手必勝で先に攻撃をする。え、ブラッドパンジー今どこにいた？あ、口当たらんわ。攻撃力がさ1上がるとさ、どんくらい強くなるの？果たして。上のコカトリスはちょっとファイアボールで先に仕留めておく。オッケー。ターゲッティングに入らない。え、どれ？これ？え、どうやって表示されてた今？これ頂上っぽいね。でもまだダンジョンが続くとか、え、すっげー続きそうだな。あー、なんだこれ、誰？こら、
入っちゃダメなんだな。賢者様は留守であるな。え？賢者ジャッハ様は闇の神殿に出かけてるんだな。ここに来る途中の洞窟の奥さん。あ、それだけ？ほら、賢者。え、待って。賢者。もう一回。しょうがない、じゃあ闇の神殿に行くか。どうする？一回フラミを呼び寄せよう。で町に行ってセーブをして、闇の神殿は次回にしますか。これこっちとか行けんの？マンダーラ村歩いてこれんのかね。いや、そんな感じではなかったか。下に降りる道とか続いてなかったからね。ワッツとかマジどうやって来たんだ本当に。一泊で、またなんか始まんのか。スコーピオン団か。スコーピオン団って名前なんかかっこいいよね。そうかな。そうだ、オイラたちもなんか名前つけようよ。いらないよ。かっこいいならいいんじゃない。さすが兄ちゃん、話がわかるね。例えばどんな名前？ズバリポポイダン。却下？却下却下却下。そんなの却下に決まってるでしょ。なんでだよ。他には？じゃあ他には恐怖のプリムダン。却下。恐怖のって何よ。こんなにおしとやかで可愛いのに。姉ちゃんは文句が多いな。ダイランディ軍団なんて。それも却下。もういいよ。じゃあ今まで通りポポイとその子分たちってことで。それこそ認めてないわよ。そういえば絶対ベッドって3つ用意されてるよね。むしろ3つしかない、どこの宿屋も。よし、じゃあセーブしましょう。ということで、じゃあ闇の神殿ですね、これは次回、やっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。